皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。新聞を読んでちょっと気になったことあったんで、取り上げてみました。タイトルは小山町に公営塾ができるかもというものです。前半では小山町の公営塾の話題、後半では全国的に公営塾ってどうなっているのか、こういうお話をいたします。小山町議会で公営塾事業、これを行うかどうかが議題に上がっています。公営塾という言葉、聞いたことがない、耳慣れない言葉って、そういう人もいるでしょうね。私も塾をやっています。これは私がやっている塾なので、私の塾と書いて私塾と言います。これに対して公営塾というのは、自治体の施策として学習支援をするために設置している塾、こういうものです。自治体というのは、市町村ですよね。私の住んでいるところでも、公民館などを使って塾という形は取っていないんですけれど、学習支援を、自治体が行っています。で、議会で今、賛成意見と反対意見出てるんですけど、簡単なところを2つちょっと並べてみました。反対意見としては、自治体が教育課程内の塾を運営する、この理由が不明だ、これが反対意見で、賛成の意見の方は、人口減少が著しく子どもの学習支援環境、この充実は早期に対応すべきだと、こういうものでした。では全国的に見て公営塾ってどうなっているんでしょうか。ここからの数字は、公営塾研究プロジェクト2023、公営塾全国自治体調査結果レポート第1弾からのものになります。全国的に見ると、全国1778の自治体のうち、170の自治体が公営塾を運営していると回答しています。約1割 10% ですね。そして公営塾を設置していないけれど学習に対する公的支援を行っている自治体、これは83あったので、合わせると15%くらい、全国の 15% くらいの自治体で、学習支援を行っていると、こういうことが分かります。学習支援対象は人数の多い方から中学生で、小学生、そして高校生、このようになっていました。そしてどんな自治体に公営塾を設置しているところが多いのか、これは過疎化が課題になっている地域で受験準備、そして補習のために、設置している、こういう自治体が多いという結果が分かります。小山町、実際に公営塾できるんでしょうか、どうでしょうか。そして、あなたの自治体に公営塾はありますか？今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。